おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。いかがですか。いやーちょっと前回だけは超えたいなと、まずそこが大事目標ですね。はい。頑張ります。子供たちの憧れ、この男がサスケとコラボだ。日本トップユーチューバーヒカキン。YouTuber 行くぞ。慌てない、慌てない、一歩一歩でいいから。まずはクワッドステップ、ここもっと下下下下下下、そして2枚目に飛び移る。実はこの男、自らの YouTube チャンネルでモンスターボックス、ちょっとリズムできてきた、クリアしています。一番動ける男、ヒカキンが4枚目、そしてローリングジルに飛び移れるか。タイミングを測る、一回して飛び移った、そして耐えた、動ける男ヒカキン。しかしつま先、つま先、つま先に力入れて、それでもつま先に力入れて、力を込めて登っていきます。頂上まで達しました。モンスターボックスでここもつま先に力入れてね、クリアしたことのつま先に力入れて、体力もありますヒカキンです。回るけど怖くない、つま先に力入れて、つま先、つま先コラボしました。そして今日はサスケとコラボだヒカキン。さあ子供たちが見ているぞ、ゆっくりね、ここはゆっくりね、シルクスライダーに向かえるか。一気に行くよ、一気に。全国のファンが見ている、耐えている、飛び移った、飛び移った、飛び移ったヒカキン、見事だヒカキン。さあここからはシルクスライダー12.2 メートルをこの赤いカーテン1枚で進まなくてはいけません。さあ耐えて耐えて耐えて、落ちたヒカキン、1枚で進まなくてはいけません。さあ耐えて耐えて耐えて、落ちたヒカキン、カーテン1枚で進まなくてはいけません。さあ耐えて耐えて耐えて、落ちたヒカキン、カーテン1枚で進まなくてはいけません。さあ耐えて耐えて耐えて、落ちたヒカキン。タイミングがちょっと遅い、神になってないんだな、やっぱり。そう、フィッシュ越えてドラゴンまで行くはずやってんけどな、行けるはっきりと思ってんけどな。ヒカキンが落ちたヒカキンがここで散りました。やっちゃったよ、やっちゃったよ、山田さん。着地がダサいよ、絶対出してください。お願いします。一瞬で終わったな。いや一瞬で終わった。フィッシュボーンの話あれだけしてたんですけどね。そこに行かないっていう。いや頑張ってください、本当に頑張ってください。それがサスケです。すげえマジで。いや次なら行きます。いやでもなんか一回落ちたところって怖いですね。なりますね、よくご存知で。なんか今もう想像してしまいましたね。次のこと考えてます今、はい、次回次回やっぱりもう一回ね、もう一回盛り上げてもらうと。そうですね、でもこれ悔しすぎるわ。来年、はい、難易度上げないでください。今回クリアした人が出ても難易度このままでお願いします。このままで、このままでよろしくお願いします。ありがとうございました。どうですか1年ぶりの緑山。いやなんかめちゃめちゃ空気も良くて、前より天気もいいし、なんかまあちょっとあと早い時間帯なんで、はい、なんか清々しいですね、めちゃくちゃ。いい緊張状態は保ててます。いやこれがね、あの柵入って、うん、あなんか行きますよって言われた瞬間に一気に緊張するんですよね。今はまあちょい緊張で、そう、そのいきなり来るじゃないですか、あのもう出番ですよみたいな。あれが去年あそこで動揺もしちゃったんですけど、もうそれ分かってるんで。よろしくお願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。いやマッチョだな。いやマッチョさせてもらいます。でかいな。いや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 。よろしくお願いします。そうです。これは多分10回ぐらい出ないと、あ、もう緊張しないっすよとは言えないですね。レジェンドの方とかも直前はされますよ。あ、そうですか、よかった。緊張する。手口に出さない。いやいやですね、やばい。ライバルは乳酸貯めてけって言ってたんで、ちょっと疲れちゃったかな、やりすぎてぐらいで行った方がいいと。確かにいいですね、ファイナルステージの前で。ファイナル行きそうな雰囲気出てますかね。出てます。
では写真を含めてこちらでお願いします。禁止をさせていただいております。また録音も禁止です。もう一つ、皆さんがこれからご覧になる これちょっとめちゃめちゃ滑り止めすごい。いいのかな、これ使っていいやつ。ここからの実況はジメさんの佐藤さんです。お願いします。滑り止め靴のやつを手につけちゃいました。やっちゃったかな。よろしくお願いいたします。逆に僕小さい頃から細木和子さんに名前変えろって言われた頃から、はい、知ってます。それも今回40回記念ということで、そう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 、いい記録残したいですね。そうですね。もう一個一個、もう一個一個、俺も一個一個やるためによっしゃーみたいな、転がらないっていうのが、はい、これクリアしたらよっしゃーみたいな、よっしゃよっしゃ、自分を褒めていく感じで。わかりました。でも僕多分すぐなんで、この次ですね、お姉さんね。爪痕を残してください。余裕だって気持ちで自信持っていきます。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。